蒲田川の岸に湧く源泉の一つ温泉街の対岸にある中崎発電所新穂高温泉は岐阜県高山市奥平温泉里にある温泉。温泉街は広範囲に広がり、最用部の新穂高地区、土地温泉よりの蒲田地区、高台に位置する中尾地区の3地区に分かれ、それぞれ源泉が違う。最も歴史が古い新穂高地区には新穂高、ロープウェイの駅があり、 北アルプス、ホタカ連邦の登山基地ともなっている。また、寸市で入浴可能な露天風呂、新ホタカの湯や、ロープウェイ近くのバス発着場には、陰線場がある。昭和に入ってから源泉が発見された、中尾地区には、足洗いの湯という足湯が存在し、眺望が良く、ホタカ連邦はじめやリー笠ヶ竹、尺城などが一望できる。豊富な湯量を生かして、 各旅館も巨大な露天風呂を有しているところが多い。土地温泉と新穂高温泉を結ぶ県道475号のうち新穂高温泉街の手前から中尾温泉口までを結ぶ蒲田バイパスの建設により観光シーズンの大型車の通行による渋滞や落石、だれによる通行止めといった問題が解消された。開け湯時期は不明。戦国時代には 武田信玄の家来が入島したとも言われることから、平家湯はそれ以前と考えられる。戦後の登山ブームによりこの地を訪れる登山者が急増し、北アルプス登山の拠点となった。井上康氏が小説、氷壁の舞台としたのはこの地にある中崎山荘で、同山荘の温泉は津村の入浴剤のモデルにもなったが、鎌田川の砂防工事のために2007年10月、閉館。 2010年4月より日帰り入浴施設として再開している。昭和43年11月19日、奥飛温泉里の一部として国民保養温泉地に指定された。新穂高温泉の最用部新穂高地区は、北アルプスの焼岳、西穂高岳、奥穂高岳、槍ヶ岳、ろ六岳、笠ヶ岳などへの登山道の起点となっている。また、 地区の中央には新穂高登山指導センターがあり、ここから登山に向かう登山者に対する情報提供、登山届け提出場所となっている。新穂高ロープウェイを経由する場合以外は、鎌田川様ただに林道及び右又国林道が主要登山道へ接続する道となっている。ありがとうございます。